ソウルに語学留学中だった根室出身の富川芽衣さん。いや、可愛い子ですよ、はい、これからです両親は外務省などから娘の芽衣さんがイテウォンの事故で死亡したと連絡を受け、今朝自宅を出ました。まあ、早く娘会いたいです。学生時代から韓国が好きで、韓国でカフェを開くのが夢だったという芽衣さん。今年6月からソウル市内で暮らし、韓国での生活の様子をいつも父歩さんに伝えていたといいます。事故の3時間ほど前には芽衣さんから LINE で同じクラスのフランス人に会うと連絡がありました。翌朝ニュースで事故を見て芽衣さんを心配し電話をすると、でも出なかったからまだ寝てるのかなと思ったんです。しばらく鳴らしてたら警察官が出たんです。現場で娘のスマホが落ちてたと。病院でも運ばれてるか、それともただスマホを落としただけなのかなと。しかし昨日夕方、父歩さんのもとに芽衣さんの訃報が届きます。ずっとね待機してたんですけど、夕方になったら写真を送ってくれと。最終的に指紋で指紋が一致しましたと。ある程度ね覚悟してたんですけど、ね、残念でもどうしようもないです、はい、まず真っ先に会いに行きます、はい、富川さん家族はパスポートを取得し、先ほど午後4時前、身元の確認のため新千歳空港から芽衣さんが待つ韓国へ向かいました。